はい、今日はねイベントの告知をやってみたいなと。はい、はい、イベント告知、はい、はい、ね、まあ、の毎年こいのうらでアウトドアフェスティバルやってたんですけど、うん、はい、今回ちょっとね話がよくまとまらなかったんで、うん、デリカとジムニーだけを対象にして、うん、イベントをやりたいなと、うん、フラッグスと、うん、仲のいいあのグーニーズさん、あ、グーニーズさん、はい、グーニーズさんがね、うん、グーニーズワンさんが、うん、まあ、ジムニーのお客さんいっぱい持ってるよと、はい、で声かけりゃ2社で結構集まるんじゃないでちょっと軽いノリなんですけど、はい、こういうの裏で、10月、はい、10月の90、うん、そうね、これ、イベントやりたいなと。あれですよ、確か3連休の後の方でしたよね、多分ですね、うん、9月にも3連休あるんですけど、はい、10月の9日10日、はい、赤日ですね、うん、でまあ、8日土曜日ですから、はい、まあ、ちょっと遠方の方もよかったらね、うん、走ってきてもらって、うん、10月の9日の朝からイベントを始めて、はい、そのままキャンプに入っていただこうかなと、うん、でキャンプあんまりする次第は、まあ、あのいいんですけど、はい、そうですね、30組ぐらいはキャンプできるんじゃないかな。ほう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 、うん、で、あの小井の村のキャンプ場ね、あの以前もグーニーさんがキャンプイベント何遍もやってます。あ、そうなのね。で、すごくね、うん、景色もいいとこなんで、うん、ぜひちょっと来ていただいて、はい、いや普通キャンプ場じゃないので、うん、そこでキャンプしたいって言っても、うん、できないわけですよ。あ、じゃあ日頃はなんかそのキャンプ受付やってるわけじゃないの？やってるわけじゃないんですね、うん、で、まあ、ちゃんとしたキャンプ場ぐらいの施設はあるんだけど、うん、今だ未公開と、はい、なんかキャンプ場やりたいなってその 地主さんたちはやってるみたいですけど、うん、なかなかケツが重たいで動かないと、うん、だから僕たちはとにかく貸してくれよと、はい、でいうことで、キャンプイベントやってみたいなと、うん、はい、当日駐車場とですね、うん、キャンプする広場と押さえてますので、うん、はい、駐車場がね450台ぐらい入るのかな。そんな入る、うん、250ぐらい入るので、うん、まあ、とにかくデリカとジムに、うん、パンパンに入れてしまって、うん、でみんなで車並べて、まあ、雑談しながら、うん、ちょっとした、イベントっていうかね、うん、それもやりますので、はい、で一応今のところ参加費がいくらだとかそういうのは決めてませんけど、うん、まあ、駐車場代ぐらい うん、いただければなと思ってます。まあ、そうですね、はい、はい、うん、であとキャンプはそうね、人サイト4000円ぐらいかな、うん、多分それぐらい取ると思いますけど、うん、まあ、そういうのは順次告知していきますので、はい、よろしくお願いします。はい、まだね名前がね、うん、確定してないです、はい、まあ、DJ っていう DJ、これは多分動かさないと思いますけど、まあ、デリカとジムニーですね、はいはいはい、でこれにどういうこうなんか、まあ、かっこよく、うん、ちょっとロゴ作ったりとか、うん、いろいろして頑張りたいなと思っております。そうですね、そうですね、今持ってもらってるのがもう手作り感満載って今作ったんじゃねえかっていう、そうそう、ね、うんうん、感じですけども、ね、ちょっとかすれてますけどね。ね、そうです。すみません。はい、あと、まあ、対象者もう本当にデリカとジムに、うん、まあ、もしよかったらもしよかったらないな、他の車種の方は今回はちょっと、控えていただきたいかなと思っております。うんうん、で、あとレッツゴー 4WD には、声かけてますので、レッツゴーは取材に来てくれるみたいです。じゃああれだ、お客さん撮影会みたいななんかやろうかなっていう。そうですね。うん、はい、必ずそういう内容になると思います。うん、で雑誌にもがっつり載ると思いますし。うん、あとそうですね、ショップさんとかは、まあ、正直言って何も呼んでないです、うん、でただもうショップさん来たいって言ってくるでしょうから、うん、ショップさんも一般参加みたいな形になると思います、うん、でゆるい縛りで、うん、まあ、和気あいあいとやりたいかなと思ってます、はい、だからあれですよね、よくほらイベントとかであるなんかこうショップさんブース出してとかああだこうだってい こう、うん、祭り的っていうよりも、うん、まあ、とりあえずオーナーさん集まって、ね、そう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 、ここ最近ほらやっぱりコロナもあって、ね、そう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 、なかなか集まれなかったから集まる機会を作りましょうって感じですよね、うん、ですね、うん、あ、久しぶりは顔合わせるよねとか、うん、こう初めましてとか、うん、あ、要は SNS ではよく見てますよとか、あ、そうそうそう、そういう話がね、うん、できて輪が広がればなと思います、うん、そうなんですよね、はいはいはい、別にこうなんかわさわさね、なんかイベントコンテンツ作ってやるんじゃなくて、うん、そうそう、もう駐車場でね喋ってるだけでも楽しいんで、うん、ですね、うん、はい、でだからまあそういう本当に緩い縛りでね、うん、やりたいかなと思います、うん、ね、は
まあ、その方がね、私もおすぎさんも多分あの楽しく、そうですね、ゆっくり、ね、お客さんと話できて、うん、そうなんですよ、ね、あのイベントって言って意気込んでいくと、うん、どうしてもブースに張り付きっぱなしでお客さんと話せないとか、そうそう、うん、そういうことになりますので、うん、あんまり面白くないと。そうですね、なんであいつであれずっとであのブースに張り付いたまんまじゃないかみたいな話になるので、うん、できたらまあそういう、こう、ね、お客さんとの交流というか、うん、まあ、SNS でつながってる人たちとね、うん、話できたらなと思っております。ただほらグッズが欲しい人もいるだろうから、なんかこう何時から何時まで店やってます状態でなんかやってみたりとかすると、ほらそうですね、ずっとやってると、まあまあ、それも、ね、それも考えますけど、うん、まあ、今のところは、うん、内容が決まってないので、はい、まあ、まあまあこれからだ、多分何らかの形で特価品とか持っていきたいするんじゃないかなと思いますけど、ね、もうあのね、はい、12時から2時まで焼いてね、開いてますみたいな、そうですね、うん、はい、はい、そんな感じぐらいだったらね、はいはいはい、タイムセール、あ、そうだね、そう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 、それぐらいじゃないとね、うん、あの本当になんかこうブース張り付きのままでね、うん、まあそんなノリでやりたいかなと思ってます、うん、はい、10月の9日10日、3連休の後半ですね。そうですね、はい、はい、まああの8日ね、うん、夜走れとは言わないですけど、うん、ちょっと遠い方もよかったら足運んでいただいて、そうですね、はい、鯉の浦の方で、はい、はい、これ何、申し込みとかってなんか先にするの、それとも当日 OK みたいな感じ？うん、いやいや、当日も来ていただければ OK です。あ、じゃあ、なんか事前も予約をしないといけないとか、そんなことは考えてないです。はい、本当に緩く。本当に緩いです。はい、やろうというところでね、はい、ぜひぜひデリカのオーナーさん。そうですね。はい、はい、たくさん。まあ、ジムニーのオーナーさんもね。そうですね、はい、来ていただければと思います。はい、まあ、そしたら、イベント告知は、はい、またじゃあ、フラッグスさんとか、まあ、グーニーズワーさんの、うん、まあ、何、その、SNS 系で、そうですね、発信されるよというところで、はい、まずとりあえずあの予定だけ開けといてねと、はい、はい、開けとってください、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。私も多分行くと思いますんで、あ、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ、あの皆さんね、いろいろ撮影させてもらえればと思います。はい、ガツリ YouTube 回しましょう。そうですね、はい、はい、はい、ぜひ YouTube デビューしましょうということで、ね、ですね、 YouTuber さんもね、なんか何人か呼びたいね、やっぱね。ああ、そうね、 YouTuber さん ね、 ね、キャンプ系からデリカ系からね、なんかいろいろ来てもらってね、楽しくですね、はい、はい、いろいろやっていきたいと思いますんで、うん、ね、はい、ぜひ皆さん楽しみにしていてくださいというところで、はい、おすぎさん、今日はどうもありがとうございました。 ありがとうございます。